姉賀光治頼綱は、戦国時代、安土桃山時代の武将、大名、九行、九下、日田姉賀光治氏の当主。父は姉賀光治よしり。妻が斎藤道三の娘であるため、織田信長と向子の間柄になる。幼名、岩鶴丸。頼綱の姉賀光治家は、もともとは日田主、東五京国氏の一族で家臣だった三木氏であった。 戦国時代に守護の支配が緩むと、三木直頼は、松田軍南部の宮所の地区を拠点に、肥田国南半分に勢力を伸ばした。直頼の孫であった、頼綱も元服当初は三頼後に、三木頼綱と名乗っていた。父の三木義頼は、肥田国士姉が孝治家を没落させ、さらに、肥田前土の支配者としての名分を得るべく。 古川姉が工事家の名跡奪取を目論んだ。室町幕府の将軍、足利義輝や関白、この絵先継ぐに、領館運動を行った結果、工事四年1月に、従法した日高みの官位を得た。同年、吉木軍行道場の広瀬隆之と連合して、天神山城の高山春高と、西草号の山崎伊丹を攻め滅ぼし、鍋山安室、畑安高、 大谷クランド、岡本偶然神を支配下の家臣とした。その後、姉が光次家三屋の一つである小島時光が味方となり親族衆とする。これにより三騎士の勢力は増田軍、大野軍に及ぶこととなった。永禄2年10月、地綱は姉が孔次一族であると、朝廷から認められ、翌永禄3年に吉よりは14にした地綱は、 15位下左衛門の差に助任され、古川姉賀光治家の名跡の継承も許された。A65 年2月、吉頼は13位となった。この間の終戦に努めてきた関白、この絵先継ぐから返化を賜って、姉賀公治津らいと名乗り、同時に地綱も姉賀公より綱と名を改めた。同年12月、津ぐらいは、さらに中納言人官を、 将軍義してると先継ぐに働きかけたが、これは、大木町天皇に拒否され、叶わなかったものの、以後は中納言を勝手に名乗った。他方で、永六六年三月により綱は自重に任せられた。こちらは正式の任官である。遠藤氏との同盟六十二年、愚痴八万城主の遠藤義隆と争った。後には牧師、一人娘を遠藤義隆に嫁がせて、 親族同盟を結んだ。上洛と、廃越南隣の美の国を、斎藤氏から奪った、織田信長は、a 十1年に上洛を果たすと、永禄1 3年2月、姉が公実ぐらいに対して、上洛を命じた。頼綱は、家事伝承主で頼綱の親族であった、斎藤理事と斎藤都市行を通じ、父の名代かつ、信長の親族として上洛した。 4月には小5所で、大木町天皇に拝越し、民間の御礼をした。同月14日、信長が建てた、足利義明の二条城の落成を祝う、農学開催の際、日田国師姉が工事中納言として参加した。このように、信長と吉美を通じる一方で、元気3年には、上杉謙信の要請に応じて、越中国に出兵し、 上杉氏に通じる姿勢も同時に示した。これは大勢力に囲まれた小勢力の最前線のパワーバランスを保つための努力と言える。元気3年11月、津倉いが上記の越中出兵の直後に病没すると、頼綱は家督を継承した。天正3年、再び上落し、信長に馬を贈呈している。天正6年3月13日、 越中を征服しつつあった、上杉謙信が病没すると、上杉氏家中では、後継者をめぐる内部構想が始まったため、越中や飛騨などの隣国への信仰どころではなくなった。これにより、より綱は、本格的に、織田陣営に接近し、織田氏と同盟を結んだ。織田氏との同盟天正6年10月4日、織田氏の家臣で、美野斎藤氏の斎藤理事を、 軍団長とする小田氏の軍が、飛騨国を通過して、越中国へ攻め入った。その時、美野斎藤氏の親族として、越中斎藤氏である斎藤信都氏、新吉と共に、これを支援した。飛騨国から、もずみ峠を越えて、越中に入り、月岡屋の戦いには、姉が孔子氏の軍も参加した。さらに、今泉上皇上にも加勢した。 天正七年に本郷桜道場から飛騨、松倉城に移し、飛騨の統一に着手した。本拠移転後の同年中、長男の姉が工事のぶつに、無本の疑いをかけ、殺害している。頼綱は、信長の武将、笹成りの越中における上杉征伐に協力しつつ、国内の親上杉派の国人衆を次々と攻め滅ぼしていった。天正九年冬。 小田川と手切れ状態にあるとの方が、上杉氏の過労の名をえ加継ぐにもたらされているが、これは誤報であった。飛騨国入り口である、梶田たの領土を大名として与えられていた、斎藤理事と、利隆氏は信長嫡男の小田信忠側近であり、これを通して、小田家とは吉見を結ぶ関係であり続けた。1581年の小田家による武田氏、征服戦においては、 日田口から武田領に侵攻した、小田や日田軍の金森長近下へ援軍として、姉賀孔二氏の家臣広報部隊を参加させている。天正10年6月、信長が本能寺の変で死去すると、北日田工場軍領主の江間明生が勢力拡大を狙い、日田国姉賀孔二氏総家であった小島氏の小島城に野襲をかけたが、小島時光は応戦し、牢城戦において勝利する。 野衆の法を聞き、直ちに、姉賀孔子頼綱は自ら軍勢を率いて、姉賀光子家の宗家筋で、親族衆である、小島姉賀光子氏と同盟軍として、江間明瀬を八日町の戦いで倒した。ついで実定の鍋山県綱を、計りごとを計画していたとして滅ぼした。江間氏との戦いで功のあった牛丸氏や、その牛丸氏信仰の際には従っていた広瀬氏など、 かつては味方であった勢力も含め、鍋山健ずなと関わっていた勢力を、姉が孔子総家ほかとの国人衆と共に次々と、打ち滅ぼし、天正十一年頃には、飛騨一国を、およそ手中に収めた。内ヶ島氏との名役白川郷の内ヶ島氏とも、長年争っていたが、内ヶ島氏を同盟者として、自治を認めた。内ヶ島氏もまた、越中の佐氏と同盟関係にあった。 隠居その後、家督と居城の松倉城を息子の秀綱に譲り、自らは北方の行動城を中心に今日移した。小田家の北陸方面担当であった柴田勝家や越中国の笹成政と行動を共にし、植杉氏に対抗した。越中斎藤氏である斎藤信都斎藤新吉兄弟は本能寺の変後は植杉氏につくが、 笹成政や神保縛りに攻められ本拠の白清城を失い、義兄の姉が孔子頼綱を頼って、飛騨に落ち延びた。その後、兄弟は頼綱の仲介により、笹成政とは牧師、笹三加に下った。南方の美濃国方面に対しては、織田信孝の老親となっていた親族の斉藤、都市行と連絡を取り、互いに敵対しないように努めていた。織田信長、 信忠親子が本能寺の変で亡くなった後、旧小田領土は混乱した。姉が孔子氏も、その混乱に乗じた一人ではあったが、一方中央では、清洲会議を経て、織田信孝、柴田勝家が、橋場秀吉との派遣争いに敗れ去った。秀吉軍の進行は、信孝、柴田の同盟軍としての飛騨国に及んだ。 当時の橋場勢は敵対する越中の笹成政の追悼を行っており、笹ざの同盟者である姉賀孔子氏もその追悼の対象となった。飛騨信仰の命を受けた金森長近の軍勢に、かつて姉賀孔子氏が滅ぼした飛騨の旧勢力らが先導役を務めて加わり、金森軍は飛騨国の南北両面から二部隊に分かれ進行した。 国内諸地域で姉が工事軍は抵抗をし、金森軍に多少の被害を与えはしたが、それぞれ金森勢に相当された。自身も大軍に攻められていた笹成政からの援軍もなく、同盟者の内ヶ島りは笹救援の軍を率いて、富山方面に出馬中に、本拠の留守居の家臣を金森勢に調略され、菊も城を奪われ、降伏した。 よりつは隠居場である行動上を包囲されたが、金森長地下の降伏勧告を否定し、牢場戦を行った。謙峻な地形であり金森勢は攻めあぐねていたが、工場戦の最中に、朝廷より命があり、よりつは自ら城を明け渡し姉が孔子氏は降伏した。最後まで戦った子息の姉が孔卑劣な姉が孔子寺綱兄弟や小島時光、小島元豊里など、 一族老党の多くは、内地にや自害もしくは行方不明となったが、当主の頼綱と生き残った一族は、朝廷からの命があり、姉が孝子氏という公家として、また秀吉から見た場合、織田信長の親族として除名され、京都へ護送され幽閉された。晩年京都に赴いた後は、親族である苦行のこの江崎久に庇護され、この江家と共に、娘子の遠藤氏、遠藤義隆と、 本家筋、姉が孔子氏である娘婿の向井氏、向井のぶまさに生活を援助され、子息の人間推薦と、親族飛騨国地主の保障を得た。その後因氏、帝発し、旧安と合した。天正15年4月25日、同地で没した。橋本の常臨寺に手厚く葬られた。法名は、官元堂松大流院。歴名土台による。ありがとうございます。